If I am asked by someone which painting is the most eerie one in the world, I never hesitate to list up this one, the Madonna and the Child with St. John and the Angels, with another title of it being the Manchester Madonna, painted by Michelangelo Buonarroti around in 1497. Then you are courteously advised not to watch this video to the end if you have timid personality, since it will make you sick, most probably in any case. もし私が世界で最も不気味な絵画はどれかと聞かれたら、私は迷わずこの絵画をあげます。聖ヨハネと天使と聖母子、通称マンチェスターの聖母と呼ばれている絵です。そのため、もしあなたが気弱な方であるなら、あなたは最後までこの動画はご覧にならない方が良いと考えています。多分あなたは気分を害されることでしょう。私はいつもこの絵だけは二度と見たくないと考えています。覚悟はよろしいですか？広志林、浜松シティ、ジャパン。アルバート・アインシュタインはこう書いています。No problem can be solved from the same level of consciousness that created it. どんな問題もそれが作られたのと同じレベルの意識では解くことができない。問題を解こうとするなら、それが作られたレベルを超えなければならないと。まさにその通りですね。ミケランジェロ・ボラノルティの書いたマンチェスター・マドンナの話をする前に、皆さんをカペラ・システィーナへ案内します。カペラ・システィーナの天井画の絵画は絵ではありません。絵という国際言語を使って描かれた、つまりは神が私たち人間に与えたメッセージということになります。その天井画の中には無数の隠し絵、騙し絵が仕込まれています。今ご覧いただいているのもその一枚ということになります。一般にはリビアの巫女と呼ばれていますが、これは巫女というような女性ではありません。男です。その証拠に、この巫女と呼ばれている絵のこの人物の胸を見てください。男性の乳首になっています。もしこの角度であるならば、そしてこの人物が女性であるならば、乳房が見えていてもおかしくありません。乳房がありません。ですからこの人物は男性ということになります。背中にはヒレも表現されています。つまり人間ではないということになります。まあ、このような形でミケランジェロなる画家を通してですね、1500年後のイエスがさまざまなメッセージを残しました。例えば左はダ・ヴィンチなる画家が書き残したと言われている解剖図です。右は実際の解剖図です。肩甲骨の形そのものが違います。人間の肩甲骨のようにも見えますが、凸凹感が全く違います。で、リビアの巫女です。で、この人は男性なんですね。つまり騙し絵ということになります。一見すると女性のようにも見えます。実際あちこちの美術館では絶世の美女として表現されていますが、男性の乳首を持っています。この角度であるならば乳房が見えていてもおかしくありませんが、こうした事実にすら500年間誰も気がつきませんでした。つまり作られた意識の中で、またその意識の範囲の中だけで物を考えていたからです。が、その意識を変えるとそこには全く別の世界が見えてきます。
でさらに奇妙なことがあります。これはアンドレア・デル・ベロッキオとレオナルド・ダ・ヴィンチの合作と言われているイエスの洗礼の絵ですけども、この人物と同じ人物の顔がシスティーナ礼拝堂の天井画に描かれています。ミケランジェロはダ・ヴィンチの絵を模写して、あるいは盗作して、このような顔を描いたのでしょうか。またこんな例もあります。これは岩窟の聖母ロンドン版です。ここに描かれている、一般には天使と言われている人物に注意してください。この右の天使は、これは男性です。で、左が神聖な礼拝堂の天井画に描かれている人物ですけども、この人物の顔と一致します。そして、この前後に3枚の絵が描かれていますが、皆ついているものがついています。つまり男性だということですね。つまりここに描かれているのは男性ということになるわけです。顔と体がちぐはぐである点に注意してください。顔は女性です。しかし肉体は男性ということになるわけですね。そしてこの人物も隠し絵の形で背中にヒレが描かれています。注意深くご覧ください。つまり人間ではないということをこのような形で示したということになります。いろいろな例があります。ここに紹介するのは例として、つまりほんの一例ということになります。一見すると女性っぽく見えますが、この人物は男性です。そして絵の具のひび割れのように見せかけてひびが描き込んであります。つまり不気味さを表現しているということになります。これもミケランジェロが描いたとされるカシナの戦いですけども、ここに描かれている人物は皆ボコボコとした筋肉を持っています。人間の筋肉ではありません。と同時に、ここにいる表現されている人物の何人かは体の皮をベロッと剥いでいます。つまり脱皮している様子を表現しているということになります。つまり脱皮するタイプの人間であったということになります。今ここでご覧いただいているのは同じポーズの人物がカシナの戦いの絵の中に描かれているということです。そして背中にはですね、このような模様を使ってですね、つまりはヒレがあることを描き込んでいるということになります。そしてこの絵もおかしいということになります。この人物の顔に注意してください。拡大してみるとですね、この人物の向かって左側右目は縦線一本であることがわかります。そして向かって右側左目は瞳が崩れているように見えます。これはレオナルド・ダ・ヴィンチのいわゆる年老いた時に描かれたと言われている、自画像の目と一致します。でこの、子供らしき人物もですね、やはり目が縦線一本です。見ようによっては丸くも見えますが、このような形で、ここに描かれている人物たちはですね、要するに少なくとも人間ではなかったということを示しているということになります。ここにいる人物も奇妙です。でこの人物ですけども、骨がむき出しになって折れています。中から骨髄液が外に漏れ出ています。大変不気味な絵ということになります。そしてこの人物に注意してください。一見すると男性顔ですけども、騙し絵です。一見するとこのような男性に見えます。しかしよく見るとですね、もう一つ別の顔が描かれているのがわかります。まさに不気味な悪魔の顔ということになるのではないでしょうか。これがシスティーナ礼拝堂の天井画の絵ということです。話を冒頭につなげます。世界で最も不気味な絵ということになります。この赤枠で囲った部分に注意してください。一見すると若い少女のように見えますが、しかしこの絵には大変なものが隠し込まれていました。背中を見てください。拡大してみます。さらに拡大してみます。これが何を意味するか、もう皆さんお分かりかと思います。まさにゾッとするような絵ということになります。若い少女、つまり華やかな少女を
モデルにしているだけに、その不気味さが強く伝わってきます。で、この絵もまた未完の大作、つまり未完成の大作と位置づけられていますが、神は未完の作品など残しません。つまり未完成の作品に見せかけて、隠したいものを隠して、その向こうで別の大きなメッセージを私たちに残しているということになります。例えばこの指を見てください。左が修復前、右が修復後です。指の数が違います。右は4本になっていますが、左は3本です。4本目がかすかにと言いますか、髪の向こうにあるように見えます。そしてこの指に注意してください、修復前の方で見てください。修復後にはそれが消されています。修復前の指を見ると、霊によって霊のごとく脱皮した皮膚が垂れ下がっているのがわかります。脱皮しています。右が脱皮した動物の様子です。その脱皮した動物の皮と比較していただきますと、脱皮というものが分かっていただけると思います。つまりここに描かれている美しい少女は脱皮するタイプの少女であったことを、このような形で表現しているということになりますが、これだけでは皆さんお疑いになると思います。岩窟の聖母ルブル版をご覧ください。向かって左側、イエスと言われている子供が表現されていますが、そのイエスの皮膚の、つまり神秘の下にマリアなる人物が、向かって左側、右手の指先を突っ込んでいます。その指先がイエスなる子供の皮膚の下に潜り込んでいる点に注意してください。つまりこのイエスと言われている子供はですね、脱皮するタイプの子供であったということを、このような形で表現したということになりますが、これでも皆さん満足なさらないかもしれません。ではもう少し証拠をお見せします。このイエスと言われている子供の体を見てください。体には皮がめくれている様子が細かく、つまり写真のように正確に表現されています。もう一度確認してください。イエスと言われている子供です。この子供の体に注意してください。衣服ではありません。衣服なら皮膚の途中からこのように表現されるということはありません。この丸で囲んだ部分に注意してください。一般には衣服というふうに説明されていますが、衣服ではありません。向かって左端に注意してください。皮膚と一体化しているのが分かります。足にもそれが表現されています。これは何かということですけども、動物の脱皮した様子と比較してみるとそれがよく分かります。これは脱皮している動物ということになります。脱皮しています。その皮が正確に、岩窟の聖母のイエスなる人物の向かって、左側にいる人物がその人物、子供ということになりますが、その皮膚が表現されているということになります。写真のように正確に表現されています。そんな点にも注意してください。つまりこれは絵ではなく写真から起こした絵ということになります。お腹の部分の皮膚にも注意してください。つまりこの子供は脱皮するタイプの子供であったということになります。それと同じ脱皮の様子がマンチェスターの聖母子の絵の中に表現されているということです。左の修復前の絵を見てください。修復後はきれいに消されています。このような形で1500年後のイエスが残したメッセージを、私たち人間がですね、愚かにも修復という名のもとにどんどんと消し去っています。そうした例は他にもたくさんあります。ともかくもここに表現されている、指、中指ということになるわけですけども、中指の皮がベロッとめくれている点に注意してください。つまりここに描かれている少女は少なくとも人間ではなかったということになります。で、結論ということになります。この絵は誠にもって不気味な絵ということになります。もし私が世界で最も不気味な絵をあげろと言われましたら、このミケランジェロなる画家が描いたとされる、マンチェスターの聖母子の絵をあげます。一見美しい若い少女のように見える分だけ、この背中の何かが
大変気になりますと同時に、私自身は現在今の今も目をそらしてこのナレーションを吹き込んでいます。いかがですか。はい、この動画をご覧になったことを皆さんは後悔なさるのではないでしょうか。